ナスバナルコのおしゃべりワンミニッツ。こんばんは、なるこです。私が住んでるシェアハウスにはですね、もうまあここがオープンしてからもうずっと半年くらい一切使われてない雑誌ラックがあったんですよ。おいでね、まあせっかくあるのに今使わないってのももったいないかなと思ったので、私の持ってるね漫画コレクションの中から、まあ、皆さんにも読んでもらえそうなものをチョイスして、今月のおすすめって書いてね漫画を置くようにしたんですよ。するとね、私の知らないところでね、大家さんがね、あそこにはね、なんかこう、英字新聞のような、こう、シェアハウスらしい、なんかかっこいいものを着たかったんだよね、ってことらしくて、ある日帰ってきたらね、ザ・テレビジョンと、レタスクラブが置かれるようになったんですよ。しかもちゃんと1ヶ月おきに更新される。でも英字新聞を置きたかったら置けばいいのに、英字新聞はなぜか瓶缶を捨てるところに敷いてあります。